日本は強まる雨雪に要注意です。山口さん、今日は北日本方面、はい、雨雪降り出しそうですか。そうなんですよ、はい、こちら午前9時の天気図なんですけれども、日本海にあります低気圧、これから夜にかけて東北北部付近を通過後、北海道の南東海上に、抜けていく予想です、はい。まあ、この低気圧によって、まあ、広い範囲で、まあ、降水、沿岸部中心に雨や雪、北海道は広く雪ですね、こういったものが予想されます、はい。でその降水エリア見ていただきましょう、今日の午後3時の図になるんですけれども、はい、道南エリアなどはもう午前中から降り出しまして、北海道は1日雪が続きます。また東北エリアなんですけれども、沿岸部は雨なんですが、内陸部は広く雪と応じて、この後降ってくるというふうに見ています、はい。特に午後からの強まり要注意でして、まあ、北海道エリア明日の朝にかけて、多いところでは10センチから20センチぐらい、これは山沿いだけではなく平野部でも予想されますので、はい、路面状況の急激な悪化などお気をつけいただきたいと思います。はい、わかりました。強まる雨雪や積雪増加に要注意です。ウェザーニュースのアプリでは積雪状況やこの先の予想も見ることができますので、ご確認ください。北日本の天気をお伝えしていきました。